ティップが折れてもうた。そこでコンドルティップ、純度 100% のバージン材だから丈夫で長持ち。やっぱりコンドルティップ、結構投げても大丈夫。コンドルティップね、ナイスダーツ、すごいかっこよかったよ。ナイス、イエーイイエーイイエーイ。で、真ん中にどうぞ。で、お母さん、すごかったですね。見事、お、え、あ、いって、全然大丈夫です。見事、お、アンダー19B、アンダー19B で優勝した岡本優奈ちゃんですね。優奈ちゃん、おめでとう。ありがとうございます。はい、行く行く行く。じゃ、インタビューの練習しとこうね、将来のためにも。はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごいね、優奈ちゃん。最後、お、88残り、ブル、ザンパーを決めました。すごいね。あれ、ザン、ブル、ザンパーって、もうイメージしてたの？お店で毎日投げてた。あ、お店で毎日投げてるね。すごいっすね。で、まあ、まさかここまで来るとは。ねえ。はい、思ってなかったの。ダーツ楽しい？どういうところが楽しい？ブルに入ると上がったり、点数が多くなったりする。あ、ブルに入ってバキ運動が好きなのね。音が好き、入るのが好き、ブルに入るのが好き。今7歳？小学校じゃ2年生。2年生です。2年生ですよね。お母さん、お母さんよりとどっちが前ですか？いや、もう私たち、はい、予選落ちなので。こっちの方が。カウントアップとかもやっぱもう500点とか超えてきたりはするので。マジで？します、します。すごいね。今日負けたら、負けたら泣いた、悔しいとか思う？思うね。うん。その前回国際センターの時にも1回出て、悔しくて、またその日から練習です。ああ。すごいね。緊張した。でも勝って嬉しかった。すごいね。最初前に出た時、うん、いっぱいいっぱい人がいたから緊張した。緊張した。お母さん綺麗です。ありがとうございます。なんか今日メイクしてないから出たくないって言ってた。はい、今日すっぴんです。すっぴんですよね。すっぴん美人ですからね。ありがとう。お母さん綺麗？かわいい。お母さんかわいい。 お父さんとお母さんどっちが好き？どっちも。なんか賢いよね。そうなんです。どっちも気使ってるの、ね、そうです、多分気使ってます。多分お父さん、今、おって言おうとしましたもんね。だから多分、まあ、どっちかで言うとパパっ子です、ね、いや、でも、おだからどっちもあるから、ね、いや、多分私はないと、はい。いやね、ほんとすごいよね。今後ダーツずっとしていきたい？あ、すごいね、よろしくお願いします。なんかプロにはなりたいとは言ってもうすか。もうすぐなんかこう、なんか切ない感じの顔もなんかこう人気出そうな感じね。うん、切ない感じの顔のプロで頑張ってね。はい。ゆうなちゃん、じゃあこれからパーフェクトだ、誰のファンですか？誰好き選手？はい、西哲平さん。西哲平趣味悪いですね。いや、結構その、てっぺいさんのお店に行って遊んでもらったりとかしてて、あ、そうね、こう2人と、西てっぺいと絡んで好きになっただけね、はい、そうです、はい、まあまあ、でも、趣味が悪いから気をつけてね、将来は。いや、でも本当おめでとうございました。ありがとうございます。岡本優奈ちゃんでした。
どうもです。